皆さんこんにちは、鉄道でございます。ヤクマン DS ね、続きやっていきましょう。ではこのメンバーでの最終戦となります。あ、ラスオエなんとか粘り込みたいね。やっちゃった
はるか難しいですよね。箱割るぐらいまでね、落としとかないとね、絶対無理やからね。あー、また端っこの手やな。拾えばいい数字で、まあ、ピンフ込みですからね。
った。やっぱりあそこでないとくべきやったね。もうここはないとダメ。これでいい。さんぞ。はい。あぶねー。はい、ちゃんと3色ですね。頭がないですよね。チュンが頭でね、まあ三つ引けば別やけどね。ああドラ引いたな。ああ間違えた。ああよかった、取り直した。ドラマチー。さあ、この理由ですね。なんとかね、自分の親の時に粘ることできましたからね。これは大きかった、今回は。あ、換算枠か。リーチ注意ね。3色でき損ないか。あドラやな。ごめんなさい。あ、一回出ると止まなくなっちゃう。
ません。ああ、いいとこやね。これで、飛車点か。うん。ああ。ああ、ドラ切りかー。せやな。しょうがないな。ベンチワンやから。それでリーチさせる？ああ、そうか、つもりさんか。でも10はないやん、よく見たら。これ10ゲーム3大丈夫か。絶対不利やん。ホーマン出たからよかったけど。これはダブナン込みで狙うのありやね。あ、間違えた。中速機とか長ない。
か。いやー、もうトップやしね。トップやったら目指しましょう。トン白中中が2枚。トンが3枚。これであと1枚出た。まずあのハイパイに組み込んでるところでね、なんかいけいけみたいな感じしてるんやけど、今のところ外れなしなんよね。あら、はい、2個拾った。よし、泣いちゃおう。で最後はちょっと他力本願的なところありましたけどね、なんとかプラスで終われることができましたね。でトータルもね、プラ44トータルかけてプラスに転じて終了ということです。まあキノピコさんの2回戦3回戦はね恐ろしかったですからね、ここまで持って帰ってこれたなっていうのがね、正直な感想でございます。で、次回はそのチャレンジ対局っていうのをね、やれば
例のマスキングされてたところが増えるみたいですんでね、その辺をやってみたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。